もう私が言うことないぐらいです。皆さんそれぞれに気持ちがしっかりとつながって、ね、思いを維持にしてやってくださってます。この80人がまさに参政党です。参政党って詐欺をしてますよね。このね、詐欺をしてますよね。こういった人たちが集まって自分たちの思いを訴える場を作りたかったわけですよ。ね、今日こうやって80人が集まって、ね、前回参議院選挙の時もやりました、45人でけれども、あの時は本当にもう月焼き場でなかなか皆さん練習するのもなかった。短い時間の中でも一生懸命ですね、思い伝えてくださってるでしょ。こういう人たちをどん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 と増やしていきたいわけです。で、共通点は心が通じてる、目指すところが一緒だってことですよ。だから類は友を呼ぶんです。思いが違う人たちだったり、違うものを目指した人たちはこれからも離れていってしまいます。それは悲しいです、ね、けれども我々は去るものを追わず、ね、そして来る仲間をしっかりと集めていって、これから本当に日本を変える国政政党みんなで作っていきますよ。参政党は3つのプラットフォームになりたいと思います。プラットフォーム、みんなが集まって活動する場ということですね。プラットフォーム、1つ目のプラットフォームは我々の存在を確認するプラットフォームです。我々は一体どういった存在か、ね、一人一人が大事な存在じゃないですか、ね、何億分の1かの可能性でお父さんお母さんから生まれてきてですね、そしていっぱい思ってこうやって活動できる、これすごい奇跡的なことなんですよね。だから生まれただけで奇跡だし、存在して今を生きていることが本当に価値があることなんです。このことをしっかりとみんなで確認しましょう。それが確認できてないと、せっかく与えてもらった大事な時間を無駄なことに使います。で、ね、せっかく生まれてきて与えてもらった時間を人の悪口言ったり人の足を引っ張ったり、ね、悪くてそんなこと言ったって、ね、ご先祖様も魂も喜ばない。そう、我々の存在っていうのは本当に価値のある存在だからダメなんです、汚したら。だから我々がやるべきことは自分の存在をしっかりと感謝して認めて、そしてこの与えられた肉体と時間を使って何ができるのかっていう自分たち一人一人の使命 ね、それを考えていくってことなんですよ、ね、そして我々がこうやって、ね、そういうのを与えられるのは天なのか神なのか分かりません。何か偉大なものが意志があるんだと私は思います。これは宗教の話をしてるんじゃありませんよ。それはご先祖様かもしれないし、ね、神様というものかもしれない、ね、でも尊いものの存在の中で我々は存在を与えていただいているわけですよね。ってことはその方々がどういうことを我々に望んでいるかっていうことを考えながら一緒に社会を良くしていかないといけないわけですよ。そうでしょ、それが我々の使命ですよね。人の悪口言ったり噂話流したり、ね、憎しみ合ってたってしょうがないわけです。そんなものは誰も喜ばない。我々の存在は、ね、そういった目に見えない尊いものと思いを一つにして、ね、一緒にですよ、そういった方と一緒に力を合わせて世の中を良くしていくことなんです。それが我々の存在価値であり我々の使命のはずなんです。そのことを忘れてしまっているから日本人に力が出ないんです。このことをもう一度確認するプラットフォームとしてぜひ皆さんで参政党を使ってください。2つ目に我々が言うことは情報を共有するプラットフォームです。で、まず自分たちの確認を存在したら今の社会がどうなっているかということをしっかり情報を集めましょう。まず最初にやるべきは歴史ですね。今日歴史の話された補正会議もたくさんいる。歴史をしっかりと確認し、今なんでこんな社会になっているのか、ね、そして歴史を紐解いていけば国際情勢も見えてきますよ、ね、なんで今トランプさんがあれだけの人気を、ね、得ているのか、でも関わらずあれだけアメリカで圧勝しているにも関わらずなんで日本のメディアはトランプをあれに語るんですか、ね、おかしいでしょ。なんで片方ばっかり取り上げて
トランプさんがなったら大変だ大変だと言うんですか。おかしいじゃないですか。おかしいです。それはトランプさんが別に完璧じゃないかもしれないけれどもね、お互いのいいとこ悪いことを比較しながらね、アメリカどうなるんでしょうねって言えばいいのに、トランプさんがなったら大変だ大変だしか言わないから、日本は完全にバイアスかかってるわけですよ。ね、それをおかしいと思わないことがおかしいんです。私個人はトランプさんに大統領になってほしいと思ってます。ね、その方が日本にチャンスがあると思うからです。バイデンさん、あのトランプが好きとかそうじゃなくて、日本の国益を考えたときに日本を変えるチャンスが生まれると思ってるからです。もちろんトランプさんが厳しいことを日本に突きつけることももちろんあると思いますよ。でもその時のために我々はちゃんと情報を共有して、ね、大統領が変わったら何を提案するかということを国民的に議論しておかないといけないわけですよ。ね、大変だ大変だって言ってもしょうがないんですよ。もうほぼなるんだから今の流れでいけば ね、あのそうなった時に日本は何を提案するかって議論をみんなでやりましょうよ。ね、大変だ大変だって言ってもしょうがないんですよ。ね、そして3つ目、3つ目は政府や国際情勢、特に政府ですね、おかしいと思ったことをちゃんとおかしいと言って行動に移すためのプラットフォームです。おかしいこといっぱいあるじゃないですか。ね、では全然世の中変わらないですよ。ね、仕方がない仕方がないと言って諦めてちゃダメですよ。もうね、もうね、日本待ったなしだって言ってるんですよ政府も。もう少子化対策は2030年までが勝負 で、この6年がもうラストチャンスだと、もうこの6年を過ごしたらもう日本に再起はないって言ってるわけですよ政府も。ね、にもかかわらず人口がどんどん減ってるのに止められない。少子化対策にかける予算はたった 3.6 兆円ね、それだったら海外に1兆円予算上げてる場合じゃないでしょ。ね、そんな海外の復興支援するんだったら、私の住んでる石川県の復興支援に最優先やってくださいよ。誰が聞いてもそう思うじゃないですか。ね、矛盾してるんですよ言ってることとやってることが。ね、だからもちろん男性も家事に参加すればいい、ね、育児休暇取ったっていいですよ。けれども主はやっぱりお母さんと子供が一緒にできる時間を安心して暮らせる環境を守ることが日本の政治の仕事のはずです。それを差別だって言うんだったら政治家でやってらんないですよ。ね、こんなのはね、押し切られちゃダメですよ皆さん。マスコミとか法律で押し切られちゃダメですよ。おかしいもんはおかしいって言うんです。それが民主主義でしょ。ね、日本は日本らしく、日本は日本らしくありましょう。日本の面白いところはこの大和民族がね、何千年もかけてこの、ね、国を作ってるってことなんですよ。日本でいう言葉、文化、宗教、ね、日本食、全て日本オリジナルじゃないですか。これをなくされたら困るでしょ。この日本が日本じゃなくなっちゃいますよっていうことを言ってるんですよ。そういったところにしっかりと焦点を当てて、なし崩し的に日本を崩すなと、我々の環境を壊すなと、みんなで声ありませんか。そういったことを言うために作ったのは参政党です。我々には業界団体はついていません。だから誰もバックがいないからなのがいっぱい攻撃してきます。ね、でもね、これからまたね、大きくなればどんどん増えていきますから、もう慣れてください。みんな一生懸命自分たちのね、人生かけてやってくれてる人たちばっかりですから、お金ももらわずに思いだけでやってるって今日分かったでしょ皆さん。ね、さらに皆さん140名近い議員の皆さん、そして党員の皆さんが賛成党ですよね。ね、私はとにかく看板として参政党がもっと皆さんに知られるように一生懸命頑張ります。次の選挙も頑張って戦います。ね、そして大きくなって、大きくなった組織を自分たちでちゃんと回せるように、ぜひ皆さん今のうちからしっかりと関わって練習しておいてください。ね、めんどくさいけど、ね、やるしかない。それをみんなでやっていって、どん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 皆さんレベルアップしてきてるでしょ。で、そのうちでもう神はいいよってなりますから。でも私はそうなってほしいんです。ね、
もう私の演説上手な人たちが、ね、で皆さんがそっちの方にもわーっと行ってですね、そうやってもういいよと言ってもらえる日が、ね、来ることを願って、私ももうしばらく乾杯やりますんで、ね、何度か賛成党に伝えかけていただいて一緒に頑張っていただきたい。そしてね、もう一回最後に言いますよ、自分たちが存在が何者かを確認するためのプラットフォーム、情報共有するためのプラットフォーム、そしておかしいことおかしいと声を上げて行動するためのプラットフォーム、それをみんなで作りましょう。